アバケラトプスは、後期白亜紀秋、カンパニアン期の北アメリカ大陸北西部に生息していた小型のツモ流類である。アバケラトプスの最初の化石は、モンタナ州のジュディス・リバールイソーより発見された。化石は、かつての川底の跡に沿って散らばった状態で保存されていた。したがって、このアバケラトプスは、川の流れによってサスに運ばれ、 そこに埋没したと考えられている。アバケラトプスを最初に発見したのは、エディ・コール、1986年に正式に、命名して記載したのは、ピーター・ドットソンであった。俗名は、コールのつまえばに、タイプ種である、エー・ラマーシーの種商名は、採掘地の所有者であったラマー漬けに、それぞれ懸命されたものである。アバケラトプスは、ツノリュウカ・モクケラトプス科に属する。 それぞれのグループは、ケラトプシア、ケラトプサイデーと表記されるが、これらはいずれも古代ギリシア語で、核のある顔の意である。ケラトプスカの恐竜は、草食動物であり、オウムのように湾曲したくちばしを備えていた。白亜紀には、現在の北アメリカ大陸やアジア大陸で繁栄していた。ケラトプスカに属するということを除けば、 アバケラトプスに関する分類学的知見は限られている。アバケラトプスは小型の角流で穴のない硬いフリルを備えていた。系統解析では、系統樹の中でケラトプス化の非常に基盤的位置にあることを示している可能性が高い。この理由からアバケラトプスはしばしばこのような分析から除外されてきた。 ペンカルスキとドッドソンは1999年にアバケラトプスがセントロサウルス赤の再基盤を占めている可能性が高いがケラトプス化の基盤的メンバーである可能性もあるし両軍で形成されるクレードを外に位置する可能性もあると結論付けたサンプソンによる系統分析ではアバケラトプスはナストケラトプスの姉妹軍であることが判明した このクレードは2016年にナストケラトプス族と命名された。アバケラトプスは他のすべてのケラトプス科の恐竜と同様に草食性であった。白亜紀にはいわゆる喧嘩植物の分布がまだ限られていたため、当時優先していたシダやソテツ、それに針葉樹の類を食していたと推定される。ケラトプス科の鋭いクチバシは それらの植物の葉をかじり取るためのものだったとされる。ABCD、アベケラトプス、イン、ドッドソン、ピーターブリット、ブルックスカーペンター、ケネスフォースター、キャサリン A& ジレット、デビッド D& ナール、マーク・ウェイオルシャブスキー、ジョージパリッシュ、J ・マイケルアイソンプル、デビッド B ・ザ・エージ・オブ・ダイナソーズ、 パブリケーションズ・インターナショナル・リミテッド・ P129 ・ ISBN 0-785304436から・ペンコルスキードッドソン・1999ありがとうございます。